Hello, my friend. Today, like we want to talk tonight to enjoy the quarterfinal. England, South Korea, and Australia is Warriors Hero.ということで、ラグビーワールドカップ大分、いよいよもう準々決勝まで来ましたね。もうあっという間です、前回私、オーストラリアとウルグアイ戦を見て以来の2週間ぶりの、ね、大分開催でございますですね。このクォーターファイナル準々決勝ベスト8がこの大分で開かれるというのは非常に嬉しい限りでございます。まあ、4万人収容できますからね、大きいスタジアムということでございます。さあ、世界ランク3位のイングランド、赤いチーム、そして6位のオーストラリア、黄色いチームですね。非常にレベル高い戦いです。見どころ満載です。さあ、一体どちらが勝つのかな。では上からドームに行ってまいります。レッツラッグゴー。ようこそ、おいたい、いってらっしゃい。
み合わない、very excited な、なんか、イングランドとオーストラリア。イングランドが勝利したと、The Victory in England でございます。やっぱり、イングランドディフェンスが硬い。これなかなか攻められません。オーストラリアもスピードを巧みに盛り上げて、Wow, very excited! Wow, これでベスト4はイングランドに決定しました。さあ、実は明日私、またもう一戦いきます。明日はウェールズとですね、どこだったかな、忘れた。あ、今どうしてた、フランスとウェールズ行きますんで、また歓喜を一生に一度ご覧いただきましょう。それではまた。